ぜひともゲームをプレイしてください。そしてパート1よりも大規模なアップデートのパート2もお楽しみに。タクト、その程度じゃ俺を捕まえられねえよ。おはようございます。ユニバーサルタイムサマーアップデートパート2へようこそ。2022年サマーアップデートパート1の続きとして、皆様が美しい夏を楽しんでいらっしゃることを願っています。アップデートスケジュールの一貫性を確保するため、今回はこの大規模なアップデートを段階的に展開することにしました。富、冷静、力、この世の全てを手に入れた男、海賊王ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海へ駆り立てた。俺の財宝か、欲しけりゃくれてやる。探せ、この世の全てをそこに置いてきた。男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。これはサマーアップデート第2弾の初回です。今回はゲームに多くのコアな変更がもたらされました。ゲームの多くの古い要素が復活し活性化されました。今回はワンピースだけでなく多くの新スペックが登場します。もう逃げられない。多くのファンに愛されている他の約束されたアビリティもデビューします。たくさんの新ボスや多くの旧ボスも再登場し、あなたの腕が試されます。新しいスキンやスキンの変更も盛りだくさん。神話よりもさらに上の珍しいレアリティや参加できるアクティビティも追加されます。あなたは賞金システムでプレイヤーを追い詰めますか？ URF モードにしますか？新しいアドベンチャーボードに参加しますか？言うまでもなく、ゲームバランスの調整とバグ修正も多数行われました。これはゲーム史上最大のフェーズとなる。見逃せないこと間違いなし。そうです、夏アップデート第2弾ではお約束の JJK 第2弾が登場します。初回には3つの呪術廻戦アビリティが登場します。有事、当時、そして新たな伝説的アビリティ、スクナ。このアビリティはコンボや戦い方にバリエーションを持たせ、画期的な戦闘テクニックを多数登場させる予定です。まだ明かされていない呪術廻戦パート2の詳細については
乞うご期待。領域展開福間水氏。One Piece! The One Piece is real!